まあ日本人初のプロゲーマーっていうことなんですが、それに至る道のりをちょっと今から話していければなと思うんですが、よくあの、インタビューなんかで、いつ頃からプロゲーマー目指してたんですかって言われるんですけど、これはちょっと、まあ詳しくない人なんで仕方ないんですが、あの、まとれな質問で、僕がゲームを一生懸命やってた時代、 というかプロゲーマーになる直前までゲームで飯を食うなんていう発想はなかったんですよ。まあ、遊遊びびですよね遊びの一つだしんなんていうか体を動かすわけでもないしなんかこう不健康そうなイメージもあるからとてもじゃないけどそれで飯を食うなんていうのはないだろうというのがう常識でしたね。でまあ、あの僕が初めて えと格闘ゲームに出会うのが11歳か今から今年で36なので25年前ですね25年前にその格闘ゲームのブームのきっかけになる「ストリートファイター」っていうゲームをたまたま見かけてで普段は親とか学校の先生にゲームセンターっていうのは 危ないところだから行っちゃダメだよって言われてたのでゲームセンターのゲームを目にする機会っていうのは全然なかったんですが、えー、ブームですから何しろゲームセンターだけじゃなくなったんですねそのゲームを置く場所がで僕が普段行ってたレンタルビデオショップにストリートファイターが置かれるようになってだからゲームセンターに自分では行ってるつもりがないんですがゲームに出会っちゃったと格闘ゲームに。 そ,れのその時にうーん今でこそ家庭用ゲームとゲームセンターにあるゲームってえ性能にほとんど差がないんですけど当時は圧倒的にゲームセンターの方がえ性能が凄かっただから家でファミコンやったりスーパーファミコンやってる子供がゲームセンターのゲームを見たらびっくりするんですよゲームなななのにににここんなに喋るんだこんるだ 動くんだこんなにキャラクター大きいんだっていうことでびっくりしてああお金さえ払えばこんなに面白いゲームで遊ぶことができるんだなっていうちょっとこういけないことを知っちゃったような感覚になってでもそれがまた当時の子どもの頃の自分からすると魅力的だったんですよね。そりゃゃ親ももも学校の先生も止めるるわわっっってこんんななな面白いい知っちゃったら勉強するわけないしな こう子ども心にそう理解してでまあ親に内緒親とか学校の先生に内緒でそこから僕のゲーセンがいいっていうのが始まるんですねでお小遣いとかお金に余裕があればもうとにかく全部ゲームに使うもちろん親には内緒でなんか本買ったんだとか嘘そついてとにかくゲームセンターに行ってゲームをやると。 でそういうことを11歳から始めて12歳13歳ぐらいまで続けていくと、うん、子供の朝知恵なんだけど単純に練習時間が長いから大人にも勝てるようになりだしたんですね。でゲームセンターっていうかその格闘ゲームっていうのは人と人の対戦ですから相手が自分よりも圧倒的に弱いと次第に物足りなくなってくるんですよ。 だから、うん、これはもう俺は地元を出て、えー、もっと強い連中が強い大人がいるところに行くべきだなと思うようになって13歳ぐらいからちょっと電車に乗って、えー、流行ってるゲームセンターに行くようになっていきました。でそこに行くと目立つは目立つんですね。子子供供だから当時13歳の子供が 流行ってるゲームセンターにいるなんていうのはものすごく異常な光景でしたから目立つことは目立ってたんですがでもやっぱりまだ強い大人にはかなわないっていうぐらいなのが13歳ぐらいの時ですそれから1年ぐらいたって14歳十四歳ぐらいになった時に、えー まあ熱意もあっただろうしもしかすると向いてたってこともあったのかいろんなまあ要因があるんでしょう若かったとかいろいろあると思うんですけど急に勝てるようになりだして負けなくなってきて周りのみんなから「お前もしかして日本一強いんじゃないか」って言われるようになり始めてで自分でもそうかもしれないな俺はもう日本一強いかもしれないなって思っててその翌年 15の年の時にメーカー公認のオフィシャル全国大会で優勝もするとだそこであやっぱり俺がどうやら日本一らしいっていうふうに思って、まあ、明日ともにに本一になるんで,す、ね、でゲームの世界だとそこから先はずっとうんたまあゲームの世界ですけどねゲームの世界ですがエリート 街道はっぐらなんですよもう10代の時はもう勝ちまくりもう俺人間じゃないんじゃないかって思うぐらい勝ちましたね10代の頃はうんまあまだまだ全体のレベルが低いとか当時若くてやる気があったとかまあいろんな情報格差があるとかいろんな理由はありましたがとにかくゲームの世界では勝ちまくってたでもその反対に現実世界が悲惨なことになって まあ当たり前ですよねあのゲームばっかりやってんだからんー。意外に思われることが多いんですけど、えー、小学校2年生の時に、えー、生まれはね青森で7歳まで住んでてで東京に8歳で出てきてそこからゲームにこうってしまうまでっていうのはずっとクラスのリーダーだったんですよ。話をするのも好きだったし えー、当時としては体が大きかっったたし、まあ、力もあったんですよねだから自然とクラスのこうまとめ役だったんですが、えー、13歳ぐらいからいよいよなんかこうバス乗って電車乗ってあいつどっかになんかやりに行ってるぞっていう噂が広まり始めてでそれだけゲーム一本に熱中してるもんだから学校の友達が 夢中になってる音楽流行りの音楽流行りのドラマ好きなというか流行りのファッションとかうん部活がどうだ受験がどうだっていう話題に一切参加できないんですよまあ興味もなかったしでそうするといくらクラスのリーダーだったって言ってもあ、まあ、空気みたいな扱いになっていくのはそんなに時間かかんないですよねあ,あいつはもう俺たちとは違うんだなんかよくわかんない趣味にハマってる。 梅はお宅になっちまったよっていう感じでした、うん、で、それは実際その平気だったわけじゃなくてやっぱりそれなりに寂しかったですね毎日行かなきゃいけない場所でいくら好きなことをやってるからとはいえそんなふうに仲間外れにされるっていうのはあんまりいい気はしなかったです当時も。 だから一時、あ俺もなんかみんなが聴いてる流行りの音楽聴いてみようかなとか。いや、実際に聴きました。実際に聴いて、流行りのドラマもちょっと見てみたりして。でも結局自分に合わなくて、あこれはちょっとこう、自分の好きなこととか、そういうのを殺してまで、うーん、学校の友達と仲良くなってる必要あんのかなって。答えはね、まだ若いから出なかったけど、疑問ですよね。 そこまでして仲良くする必要あんのかなって迷いながらもなんとなくゲームセンターに行っちゃうっていうのが1314歳ぐらいの時じゃあそんなにゲームって魅力的だったのかって人間関係人間関係って言ってもまあ学校のですけどね学校の人間関係を壊して将来のことも捨ててそうまでしてやんなきゃいけなかったのか っていうともちろんゲームも格闘ゲームも楽しかったんですけどうんその場にいる当時は秋葉原のゲームセンターでしたけどその場にいる人たちがすごい魅力的に映ったんですよね。どっちかっていうとそっちが僕がゲームセンターに毎日行っちゃう理由で例えば学校だと何やに好き 音楽ですよね誰々好きって有名なアーティスト好きって言うと仲間に入れてもらえるんだけどゲームセンターだと逆なんですよね何々好きって「おいお前それ本当はお前の好きなもんじゃねえだろ」って怒られちゃう周りに合わせてるだけじゃねえかって怒られて「お前の意見どうなんだお前の本当に好きなもん何なんだ」っていうのがそのゲームセンターで、えー、言われることだったんです。でなんて居心地がいいところなんだろうって自分が思ってること正直に言っていいところか言えば 褒められるどんなことでも思ってることを言えばおなかなか面白いやつだなって言ってもらえるってこんな空間ほかに知らないなと思ってでそこからうんそこからというかそれからもずっと結局ゲームセンターに行っちゃう理由っていうのは格闘ゲームそのものの魅力ももちろんあったんですけどうんここでしか言えないここでしか分かってもらえないっていう人たちの集まり そういうコミュニティに属してるのが気持ちよかったから僕はずっとゲームセンターに行ってたんですね。でそれからもずっと勝ちました格闘こと格闘ゲームに関しては最前線って言ってよかったと思います。でところが22ぐらいの時に まあ、フリーターでアルバイトしながら格闘ゲームなんとなくやってたんですけど、うんその飲食店でアルバイトをしてて、その飲食店の、飲食店に珍しく同い年が大,大勢いたんですね。自分と同い年。だから、22歳が、えー、たくさんいて、自分と含めると4人ぐらいいたのかな。 8人ぐらいのバイトっていうか全部で8人ぐらいしかいないのに4人22歳っていうだからあの自然とその22歳同士で話をするんですけど当然自分とは全然生き方も違うし考え方も何もかも違うんですけど同世代と話をするっていうのは面白いなってゲームセンターっていうのは基本的には年上ばっかりでしたから あたまには同世代と自分と全然違う生き方してきた同世代と話をするの面白いなって思いながらうん珍しく長く続いたバイトだったんですよだけどある時同じタイミングでその3人はそのバイトを辞める、うん、まあ就職ですよね彼らは大学に行って4年生4年生で卒業するからでその時に あ,あ、そっかって、同い年で仲良くなれた気がした、同じ仲間のような気がしてたけど、俺だけ違ったな、そういえばって気づかされて、みんなはその自分の人生のこうレールに乗る途中でそのアルバイトをしてただけで、俺みたいにどこに行くんだかもわかんない、何する,するかも決まってないやつがなんとなくアルバイトしてるとは違ったんだな、ということに、その彼らが卒業するタイミングで気づかされて、 うんあまりこう将来のことを深く考えない僕もさすがにちょっと不安になったんですねそのタイミングでこのままじゃやべえなってでそこから必死になってうん今から俺にできることってなんだろうって学もないぞ資格もないぞうん人とのコミュニケーションもあんま得意じゃないぞとかいろいろ考えてで結局マージャンの道に 進むんで,すでまあマージャンの話っていうのはうん過去の,その本とかでも結構書いてあるので、まあ、ここでは省いてでその道中でした仕事とかも今日はあんまり話をしなくてもいいかなと思ってで最終的にうん介護の仕事をするんですね。 で、介護の仕事をするときに、なぜ介護の仕事をするしようと思ったかっていうと、うんまあゲームとはいえずっと格闘ゲームっていう勝負の世界で生きてきて、えー、その後は麻雀ですよね。だからもう、勝った負けたなんですよ、僕の人生の半分以上は。でもうその、どうすれば勝てるのかとか、 そういうことも子供の頃からやってるからもう分かったよっていう感じなんですよ。もう勝負ってこういうふうにやればいいんでしょって名前生意気な言い方ですけどそういうふうにももう思っちゃっててでもそんな勝負なんて勝ったって別に人生全然よくなんないじゃんっていうちょっとこう疲れてるような感覚がその頃にはあったからそういう勝負がないな勝負をせずに生きていけるような仕事がしたいなと思って。 で、親が医療関係だったっていうこともちょっと影響があって、介護の仕事を始めたんですね。で、そしたら自分の予想していた通りに、えー、その職場っていうのは、素晴らしかったですね、うん。うん。勝ってもいないし、負けてもいないのに、仕事として成立してるし、うん、しかもお給料までもらえるって、なん、なこんなことあるんだって。 勝たななないいいとっっててもらえないんじゃないのって本当それぐらい極端な人生を送ってきてたから勝たなくても負けなくてもこうやって人を助けたり親切にするだけで生かしてもらえるんだなっていうことがすごい驚きだったし感動だったんですね。でそんな生活をまあしばらく続けててああ 一生続けるかどうかわからないけどようやく普通の人になれそうだな勝負がないとダメな人間だった勝負のもう中毒ですよね勝負中毒勝負がないともう生きてる実感がわかないような人間だったけどようやくそういうものがなくても生きていけそうだなってこう人生そう,そういう意味では人生に希望を持ち始めてたんですがそのタイミングでうん 久しぶりに「ストリートファイター」っていう格闘ゲームの新作が出ちゃうんですよ雑誌で「ストリートファイター」の新作出るぞ「ストリートファイター4」出るぞっていうのが告知されてんって一瞬思いますよねやっぱり子どもの頃に熱中してた大好きだったもんだったから出るのかって思っただけどこれやっちゃうとまた俺はあの 勝負のこう渦の中に引きずり込まれるからそれだけは勘弁だなって思ってやらないようにしてたんです。だけど当時若い子22位ぐらいの時ですよね。だからもう介護やってる頃っていうのは27ぐらいですから彼これ4、5年前ぐらいに一緒に遊んでた人が久々に新しいタイトル出るんだから一緒にやろうよってしつこくしつこく誘ってきて えーってまあじゃあちょっとだけなって言ってゲームセンターに行って久しぶりですよ本当に久しぶりに格闘ゲームをプレイしたら勝てる勝てる天才かと思ってもうブランクあったんですよ2年とか3年ぐらいはブランクあってまあもちろん全く触んないってことはなかったですが当時の若い頃の取り組みからすればうん10分の1以下もっとかな もっっっととやってなかったと思いますだから完全にもうブランクって言っていいと自分では思っててだけどこ,こういうふうにキャラクターを動かしたいなとかこういうふうに勝ちたいなっていうのがそのまんま画面の中で起きる現実になっていくんですよ。で22位の時にそのアルバイトの仲間が辞めるのを機に格闘ゲームに対しての気持ちが離れて。 それから先っていうのはずっと自分の弱点と向き合って生きてたんですねうん自分の長所と短所っていうのがあるとしたら短所しか見ないで生きてるんですよっていうのはゲームに全てを捧げてたからそんな人間がゲームをやらないってことはもう短所しかないだからどこの仕事は行ってもお前 なんでそんなこともできないんだって、お前さっきも言ったじゃねえかよって、また同じミスしやがってって、こういうことを言われるし、飲食店で働けば、前株でって言われた時に、株ってどうやって書くんですかって言って怒られちゃうとか、そんなレベルですよ。だから、社会で何かをこう、普通に働くなんていうことがもう本当に大変で、うん、まあ、バカなことしたなって。要領悪いなりに、あの時、 中学校の同級生と一緒になって勉強してりゃもうちょい、もうちょい楽に生きれたのに、バカなことしたなってゲームなんて何年、ね、も経ただねえことやってってこう思ってたんですよね。うん。だ介護の仕事は勝ち負けはないけど、勝ち負けないって言ったって、あいつなんかどんくせえなっていう空気はあるじゃないですか。あの人はテキパキしてるなあいつはどんくせえな。で、もちろんどんくさい側なんですよ。だから、 生かしてまあこうやって生きていけるっていうのはありがたいなと思いつつもうんなんか悔しいな男一人の男としてなんかちょっと悔しいなっていう気持ちがあってでその格闘ゲームが出る頃なんて下手すりゃ悔しいいなっていう気持ちすすら忘れてた頃ですよもう受け入れちゃってる「あ俺はこういうもんだ」ってあの若い頃に大失敗を犯してみんなが準備をするべき時期に準備をしなくて大失敗した人間だって。 あとはもうその生産を一生かけてするしかねえっていうまあ暗い話ですけどねそういうふうに思ってました本気ででそんな自分が久々に格闘ゲーム座ったらスーパーマンみたいに動くんですよでその時にああやってもいいかなってうん格闘ゲームずっとかたくなに 俺は格闘ゲームは真剣にやるもんだってこうみんなに強がって言ってた言ってたんだよねだから,だから十分に練習できないんだったらやるもんじゃないってこういうふうに言ってたんですけどで若い頃は周りはねお前格闘ゲームなんかうまくて何になるんだってこういうふうに言ってたけどそれでもちょっと期待があったんですよ。もしかしたらたかがゲームだけど人と人との勝負だから ずっっと勝っててれ誰かか注目してくれんじゃないかないこう甘い期待があったんですけど22まで待っては見たんですけどもそういうことは起きずにで諦めてで27になって出会ってももちろんそんな動きはないゲーム業界に。だからまたゲームをやるとしてもうーんそんな甘い期待っていうのはせずにゲームをしなきゃいけないんだけども。 何も取り柄がないまま生きていくぐらいだったら、はたから見りゃ無駄なことに見えるかもしれないけど、またゲームやってもいいんじゃないかなって思えて、またゲームを3、4年開くんですけどね、相手から始める、始めるようになったんです。で、こっちはそういう気軽にゲームを楽しんでる。 わけですよ一介護職員がなんとなくゲームをしてるってただそれだけなんですけど周りから見るとそうじゃなかったみたいなんですね。というのは結構勝ってましたから全国大会とか世界大会とか勝ってたから周りの人間からすればあいつはどうしたんだよってあんなに大会勝っててあんなにすげえプレイヤーだすげえプレイヤーっ騒がれてたのに何でいきなり格闘ゲームやめたんだ 不思議でしょうがななかったみたみいなんです特に海外はもしかしたらもう生きてないんじゃないかとか噂も流れてたらしいんですよね当時向こうではアメリカとかで。そしたら久しぶりに新しいのが出たら「あんかあいつまた復活したらしいぞ」っていうのがまあ今はねインターネットがある時代ですから噂が広まってで今度世界大会やるんだけど「どうだね」と「お前出てみないか」っていう招待を受けたんですよ。 でめんどくさいなって、別に俺そんな真剣にやってないし世界大会なんかめんどくさいなって思ったんですけど、うん、だけど普通にこの先生きていった時に自分が海外に招待されることなんてないぞと、うん、まず間違いなく一生ないから、うん、ここはちょっとめんどくさいと思ってもありがてえからよしじゃあ受けますって言って海外の大会に行くことにしたんです。 で、そしたら、うん、まあ、なんな人生って面白いですね。優勝しちゃって、その世界大会、全然やる気なかったのに、まさかの優勝をして、まあ、周りはもう盛り上がりますよね。あいつ、久々に戻ってきて、世界大会優勝しちまったよって盛り上がって、で、僕の最初の、えー、っと、なんだ、スポンサーか、スポンサーになってくれた、 マットキャッツっていうまあ企業があるんですけど、そのマットキャッツの人が、やっぱりあいつはちょっと一味違うぞと、突然戻ってきたと思ったら優勝したし、で、どうも噂によると、そういう生活面というか経済的な理由で格闘ゲームを真剣にもうやることができないみたいだと。で、だけどそういう理由でまたこいつが、 格闘ゲームも世界からいなくなるのは、うん、このコミュニティにとってもよくないからマイナスだから、うん、もしよければサポートするから思いっきりゲームやってみないかって言われたんですよ、うん、これには驚きましたね、うん、もう、えー、正直にはもう飛びつきたくてしょうがない話でしたよだって子供の頃に クラスの友達から「ゲームなんかやって何なんだよ」って散々言われるしうんバイト先でも梅原さんの「梅原さん休日って何やってんですか?」って言ったら「映画見てます」って嘘をつく。休日どころか平日からこっちはゲームしかやってねっつう話なんですけど「まあ休日は映画ですね」とか言って嘘をつく。で まあ世,間も世間というか近所の人たちもそういう目で見ますよねなんかよくわかんねえお兄ちゃんだなってでそういうのがうーん全部帳消しになるんじゃないか俺ゲームやってきたことで報われるんじゃないかっていう気持ちになりました最初はね飛びつきたい気持ちでいっぱいになったけどうんでもそこでまた人間そんな単純じゃないですね長年の苦労みたいなものが頭をよぎって。 いいやいやお前だけどそう言ってゲーム何年やったんだって11の頃から数えて22ぐらいまで雨だろうが風だろうが台風だろうが行ったのに台風の日なんて大した人いないですからね何のために行ってんだって話なんだけどとにかくそれでも台風の日にも行った台風の日にもし俺がいなくて他の人がいたらなんか負けた気がしてうんなんか行っちゃってたんですよねととにかくそういういことが 繰り返したけどいいことがなくて、でそだったら雀だったら麻雀ってのは仕事としてあるプロがあるだから打ち込めば報われるんじゃないかと思ってやったけど結局んまあいろんな理由で辞めるんですよ、うん、だからもう俺は勝負の世界は向いてると思い込んでたけど向いてないんだなってだからそうやって一時的な盛り上がり熱狂久しぶりに出て帰ってきたやつが優勝したっていう。 い時一時のこう興奮で「お前プロとしてやってみないか?」って言われても「いやこっちは人生かかってんだよ」ってそんなさんざんそういうことを期待して期待して何に裏切られ続けた業界に「今更プロって言ったって無理でしょ」って言って断ったんですよ。ありがたい話だけどお断りしますって。だけど向こうは「向こうもねそこで」 根気っていうかねうん粘り強かったんですよね。いやそう言わずにやろうぜって絶対うまくいくよって。でその説得を受けてる最中に真剣に考えてどうしようかなってうんプロゲーマーになっていいのかなでまあ今ここにいるってことは結局プロゲーマーになるって決断したんですけどその決断する。 決め手になったのが単純に考えてプロになった時に成功するのと失敗するのの人生二つあってプロゲーマーにならなかった時に、まあ、まあ何をもって成功か分かんないですが幸せな人生とそうじゃない人生両方とも二通りあると思うんですよね全部で四通りあると。でその時に プロゲーマーになって失敗した時に後悔するのかなって思うと後悔しないような気がする。でもプロになんないで自分の唯一得意なもので勝負しないで安定だかどうかわからないですけどね勝負をやらない仕生き方をした時に旗から見ててうまくいってるように見えても 自分の中にはずーっとあの時俺チャレンジしたらどうなってたんだろうっていうもやもやは残るなって。これは簡単に予想がついたんですよね。絶対後悔を引きずる人生になる。旗から見てどう,どどうかはわかんないですよ。プロゲーマーにチャレンジしない方が世間の人から見れば立派な人生に見えるかもしれないけど、俺自身は絶対に幸せになれないなと、うん、途中で気づいて。で、 よししわかりましたじゃあ一緒にプロゲーマーをやりましょうということでプロゲーマーになってそれが2010年ですね。ようやくプロゲーマーマなるところまで,来ましたで今日あんまりそのこうすれば勝てますよとかっていう話をするつもりはないんですが一応そのプロゲーマーになってから、えー、今に至るまでいろいろと失敗もあったし工夫もしてきたので。 うーん今まで出してきた本の中で何回も言ってることですが一応今日もちょっと簡単にその何て言うんですかね何、えー、て言うんですかそういうの仕事術っていうんですかよくわかんない、まあ、大げさであんまり恥ずかしくて言いたくないですけどどういうふうにプロゲーマーとして取り組んできたのかっていうことをうーん次は簡単にお話ししようかなと思います。 念願のプロゲーマー、まあ、なるって決めたからにはもうやりますよもうあの、うん、プロになって最初の1年目はね一日18時間ぐらいやるんですよゲームをうん少ない日で14時間ぐらいもうずっと画面とにらめっこですよねでご飯食べる時とね寝る時トイレ行く時以外はずっとゲームやるんですよ 意味あるのかかどうななんて関係ないとにかく俺は好きなことを仕事にさせててもらっったんだってこれまでみんな人から褒められる仕事をしてたりとかやりがいのある仕事をしててうらやましいなって俺にもそういう仕事があればいいなーってずーっと若い頃から思ってたからようやくやりがいを感じれる自分の特技を生かせる仕事に出会えたと思ったらもういてもたってもいられなくて。 1> 1日18時間でまあそれが実ったのかその年も世界大会優勝するんですよ。でああやったってやっぱやりゃできるじゃねえかって俺の努力は無駄じゃなかったなってその時は思ったんですよ。でだけど徐々に何かあれおかしいなって思い始めて。で初めは 目に異常が出たんですね目がこのまぶたとこの下のところがずっと痙攣してるんですよ一日中画面見る見ない関係なくもう起きてる間ずっと目がこうブル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 痙攣してるんですよ疲れてんでしょうね多分ねあんまり別に病院にも行かなかったから分かんないですけどであんまり気持ちがいいもんじゃないじゃないですかずっと目が痙攣してるってあ体にガタがきてんだなっていうことがバカでも分かる でも念願のプロゲーマーなんだからやめるわけにいかないっていうことでそういうのの練習法をずっと続けてたんですよで。そしたら今度は顔に出始めて、うん、それまで顔にこう出来物のとかニキビであんま苦労したことってなかったんですけどもニキビがうわーって顔に出始めて人生初さすがに気づきましたねあこれやべえな俺の体に異変が起きてるっていうことに気づいたんですけど それが何だって。顔に出来物が何だ。まあ、目が痙攣するのが何だって。そんなことを、あの自分の何のために生まれてきたんだろうな、なんて考えてた頃に比べればよ、全然ましだろうって。こんな試練だから、へっちゃらだって思って、やる練習を続けてたんです。でも、やっぱり自分ではそう思ってても、肉体とか精神は徐々にこう、 疲労が溜まっていって次第に勝てなくなっていくんですよね練習時間は誰よりもやってるんですけど勝率がどんどん落ちていく格闘ゲームっていうのはまあやらない方はいるからちょっとわかんないかもしれないですけどメンタルがすごい大事なゲームなんですよどんなに技術があって知識があっても精神がというか脳が疲れてたらもう勝てない そんなことは若い頃に真剣に取り組んでた時にもね経験してたから分かってたはずなんですけどやっぱりいても立ってもいらんなくてがむしゃらにやっちゃった。で結果どうなったかっていうと格闘ゲームっていうのはあのレバーをレバーってなんですねあのゲームセンターで見たことぐらいはあると思うんですけどレバーとボタンっていうのがあってで今アーケードコントローラーアーケコンなんて呼ばれてる。 うんまあバッターにとってはえバット、ピッチャーにとってはボールとグローブみたいな感じで、要するにゲームをする上で使う必要な道具ですよね、1日、つまり18時間触ってるものですよ、僕が。それをね、触っただけで気持ち悪くなるほど、追い詰められちゃった。ゲーム画面見ると吐き気するんですよ、見たくねえって、レバー触ると気持ち悪いって。 なんだこれってプロゲーマーってゲーム見ると気持ち悪くなるのかってだからこれじゃ仕事になんないな当たり前の話だけどこんなに吐き気してるんじゃ仕事になんないってだけどすいません頑張りすぎてきつかったんでプロやめますって言えるわけもないしなんとかしてこの状況を打破しなきゃいけないっていうことでえー 考えた結果、ちょっと待てよって一日十時十八時間やるのってそれ誰のためにやってんだ？自己満足のためにやってるなって気づいたんですよ。だって十八時間やってくださいねなんていうのが仕事の内容じゃないわけですよ。要するにスポンサーがにとっていい選手であればいいわけだからいいプレーをして観客を興奮させたり。 喜ばせたり大会に勝ったりするっていうことが仕事なのであって極端なことを言えば一日5分の練習でもどん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 強くなっていくんだったら問題ないわけですよ。そこのとことろを吐き違えてたんですよねだからそのことに気づいてそっか18時間練習してもうまくなるどころかもうゲームを見たくもなくなっちゃうからじゃあ自分にとって一番 プレーの質が向上していくゲームがうまくなっていく成長していく時間とか練習方法って何なんだろうってそこから僕のそういうあの勝ち続ける意志力だったりだとか今回の一日一つだけ強くなるっていう考えみたいなのが出来上がっていくんですよ。で今、えー、そのいろんな工夫をして。 うんそこから先うん2010年の時はちょっとそれでストレスで体壊しちゃったんですけどそれ以降は「うんいい成績残し続けてきた」って言っていいと思いますねそういう取り組みのの仕方を変えてから調子はいいと思います。でインタビュアーの人に「どうすればそうやっていつも普通はね1年強いとか2年強いはあると思うけどどうやったらそうやってずっと強くいられるんですか?」っていう。 質問されたときに、えー、決まって答えるのはうんとにかく自分を飽きさせないのがコツだと。でなぜ飽きさせてはいけないかっていうと当然の話として勝負の世界ですからその練習っていうものを継続努力を継続していないと継続して勝つっていうのは不可能なんですね。 まあそれ中にはとんでもない天才っていうのは世の中にいて努力しないでも勝つってことがあるかもしれないですがまあそういう人はほとんどいないしまあ僕は格闘ゲームの世界では見たことないです。ってことは継続して努力をする必要があると。でじゃあ継続して努力するってどういうことなんだろうってさっきの言った1年目の自分みたいに全然面白くない気持ち悪いけど 体に無理をさせて18時間練習したらそれは努力なのかってそれは違いますよね違うっていうのは1年目で自分自身が証明しちゃってるから。ということはきちんと成長してうん自分なんていうのかな意味のある努力ですよね。自分が前に進んでいるそういう努力を継続させなきゃいけない。 でじゃあなんでそれが飽きっていう話と関係してくるのかっていうとゲームって好きなことだだし遊びだから、まあ、当然楽しいですよね楽しいこと仕事にしてんだから飽きる心配ないんじゃないのってこう聞かれることあるんですけどまあそんな甘いもんじゃなくってやっぱりゲームっていうのは人が作ったもんだしというかゲームに限らず何だって同じことやってりゃ飽きますよね。 で特に僕なんて11歳の頃から格闘ゲームやってますからもう格闘ゲームっていうものに対する刺激はもう十分なんですよ。今更格闘ゲームで新鮮ななな思いい。をするなんてことはないだけどその中でも自分に新鮮な気持ちっていうのはないと人間前向きにならないんですよね。初心者のプレイヤーとかを見てて。 ああ、今ゲームにハマってるな。楽しそうにやってるなって。てあ、どんどん上達してるなって。っで、しばらくゲーセンセンターで見なくて、どうしたのって聞くと、飽きたって言うんですよ。うん。で、何に飽きたんだろうなって思うと、ゲームに飽きたって言うんですけど、これ違うんですよ。ゲームに飽きたんじゃない。成長しないことに飽きたんですよ。変わらない。昨日と今日やってること一緒。だからゲームがつまんないってことにしてるんだけど、 問題なのは成長してない自分の方なんですよ。成長が実感できてればゲームだろうが何だろうが飽きるってことはないな。何か仕事の都合とか家庭の事情でやれなくなるってことはあるとしても飽きましたっていうことにはならないと思います。だから人間が前向きにこう努力を続ける上ではうんその成長があればいいんですよ。 成長さえ実感することができれば人間というのは飽きないで。飽きないから前向きに努力をする。当然上達していって成果は出ると。僕はこれの繰り返しなんですね。格闘ゲームに関しては。で、とは言っても成長って そのゲームをやり始めの頃と、じゃあ1年後、2年後、5年後、10年後で、成長スピード同じかって言ったら、そんなことなくて、やればやっただけ成長スピードって遅くなっていくんですよ。まあそれはそうですよね。もうだって、やり尽くしちゃってるわけだから、今さらどこ成長させていいのかもわかんない。で、それを防ぐために、僕がやり始めたことっていうのがメモを取るってことだったんですよ。 今日はこんな発見があったな今日はこんなことに気づけたなうん今日はこれができるようになってたなっていうことをメモするそうすると次の日になってあれ俺昨日ゲームしたけどゲームセンター行ったけどどんな意味があったのかなって思った時にそのメモを見てああそうかってこういう成長があったこういう発見があったんだなってことは昨日の俺は あ一昨日の俺より強いしきっと今日の俺は昨日の俺より強いんじゃないかとこう思えるからよしじゃあ今日もゲーム戦隊行こうっていう気持ちになれると。でさらにそこにこれだけだとねどうしてもやっぱ難しいいやだけど今日発見なかった今日どんなにひいきめに見ても何の成長もなかったっていうこともありえますよね。 俺は、僕はなかったですけど、僕はそういうふうに思ったことなかったですけど、ありえますよね。で、それを防ぐために、防ぐというか、成長を実感しやすくするために、意識的に変化をするっていうことを、さらに加えました。うん、じゃあ仮に勝率95%だったとしましょう、自分が。めちゃめちゃ強いですね95、95%って。まあ、どこでやってるかによりますけど、もし、 えー、日本の一番流行ってる例えば新宿とかで95%あったらそれはもう世界一強いですね間違いなく。だけどもしその95%の勝率のある人が毎日毎日何の成長も感じれなかったらどうなるかっていうとやっぱりせその飽きてきてで人間っていうのはこう実力ってのは相対的なもんですからどんなに強くても。 飽きて、上達がなくなれば、周りの人間に追いつかれて、追い越されちゃうんですよ。だから95、95%パーセントっていう、ほぼもう理想的な勝率であったとしても。その追いつ、追いつかれて、追い抜かされることを考えると。自分から変化をしていかなきゃいけない。うまくいってるのに、変えなきゃいけないんですよ。普通うまくいってたら、変えないじゃないですか。あ、うまくいってんだから、これでいいじゃないか。でも、それだと。 競争が激しくなってくると勝ち残れないんですね。うん、これは多分周りは誰も気づいてないけど、そのうち対応されちゃうぞ、うん、もしくは真似されちゃうぞ。そうすると勝率95%が90%になるぞ、85%になるぞって。そういうことを予想して、うん、事前にいろんなことを調べとくんですね。それで勝率が80%ぐらいに落ちても、それはそれでいいんですよ。 その80%に落ちることによって将来的なその高い勝率っていうのをこうなんていうか投資してるわけですよね80%に下げてまた将来的に95%何かあった時のために準備しておくとで変化っていうのはどこまでじゃあ変化させるんだ難しいとこですよね 普段の仕事のが10あるとして全部10変えちゃっていいのかってそんなわけないですよね10変えちゃったら違う仕事になっちゃうからでも普段これはここからここまでは絶対にやらなきゃいけないと思ってる作業の中って本当に変えちゃいけないのってその10のうち全部変えちゃいけないってことってありえるのかなって僕はそんなことないと思ってるんですねそんなわけがない。 そんな厳密なまあそれは実験とかの世界だったら分かんないですけど普通の仕事で今ある仕事が100歩完璧だ一切変化させる余地がないなんてことは僕はありえないと思ってますね。っていうか変化させる余地がないんだったら競争ないですからね一生安泰ですよねだって誰もそれを塗り替えられないわけですから競争になってるって以上は塗り替えれる可能性が塗り替えられる可能性がある。 で、その、じゃあ自分の中で今10あるけど、9は今まで通りにやってみよう。あとの1はちょっと自由にやってみようかな。少し悪い結果が起きるかもしれないけど、この1を変えてもそんなに大きな影響はないから、この1をちょっと変えてみることで発見はないかな。で、やっぱり発見あるんですよ。1変えてみると。あれなんか、 今まで知知らなかったたこと知れたぞ気が付かなかったこと気づいたぞってこれは僕の中では成長ですから知らないこと知るっていうのはでそ,うそうやって1割の部分も変化させていろいろ楽しんでるうちにある日気づくんですよあれこれ2まで変えてよくね1だけって思ってたけど2変えれるぞ場合によっちゃ3変えてもいいぞ 10が正しい。この10全部正しいと思い込んでたけど、とんでもない。蓋開けてみりゃ3割まで変えていいんじゃないか。こういうことって結構あると思います。うん。で、そうやって、こう、徐々に徐々に、えー、変化の幅を増やしていって、えー、知ってること、できること、うん、そういうものを増やしていくのが、うん、まあ、勝ち続けるために、うん、必要なことなのかなと思います。ここはちょっとあっさり目で。 行きますあの本とかにいっぱい書いてあるんでもし興味があれば本を読んでくださるとありがたいです。えー、でいよいよ今日話をしたかったことです。でももしかすると一番興味のない話かもしれないなとも思うんですよ。これを人の前で話すっていうことは初めて ですない普んインタビュアーの人たちに話すことっていうのは反応があるじゃないですか。はあなるほどとかへえすごいですねとかまあお世辞かもしれないけどそれでちょっと安心して人前で話せるんですけど今日話すことっていうのはうん自分の中で思ってることだし共感を得られるかどうかっていうのが全然自信ないんですよね。うん まあでもそれでもその時感じたことを話すべきだろうな、うん、自分の中でまず間違いがないなって思ってることだけ話すっていうのは正確に合わないですから今感じてることを話しますとうん と突然なんですけどねこんなこと聞くの失礼なんですけど皆さんっっ、あのー、って知ってて充実知ますまあ何言ってんだろうって思うかもしれないですけど楽しんでるのかなっていやこれはあのー、楽しんでないでしょとかそういうことじゃないですよ。僕自分のことしかわからないから他人がたの楽しく生きてるのか充実してるのかってわかんない。 でなぜそんなことを言うのかっていうとあの実を言うとまあこうやって本のねあの3冊ぐらい出してその中で僕は言ってんですよ偉そうに成長できればいい変化をできればいい、えー、成長が僕の生きがいだってまあ確かにそう思ってましたし今でもそうなんですけどこれ結構重要な問題で。 何のために成長するのかっていうことが自分の中で分からなくなっちゃうと幸せじゃないんだなっていうことに最近気づきましてだから正直に言っちゃうとここ2年ぐらい今2017年ですから2015年の途中あたりからあんまり楽しくないんですね 正直こいつ何言ってんだと思うかもしれないですけどあんまり人生楽しいと思ってないで最初はあれ何なんだろうなこれストレスかなでもストレスがたまなんかその大会続きの時とかだったら分かるんだけど大会がなくてもあんまり変わる様子がない年かなうんでも 年年だ、まあ、って可能性もあるかなでも同じ年齢で生き生きしてるやつもいるしな何なんだろうなこれでも絶対若い時にこんな感覚なかったよななんかつまんないな人生ってこんなもんなのかなこういうふうに終わっちゃうのかなってなんかそういう気持ちになることが多いんですよで別にそんなに深刻に落ち込むかっていうとそうでもなくて別に楽しい場に行けば楽しくできるしゲームも真剣にやれるんだけどふとした時になんかつまんないな って気持ちになるそれがここ2年ぐらい実を言うと続いててでまああんまり不安にさせてもあれなんであれですけどそれが最近解消されたんですねありがたいことに。で解消されてあそっかって俺満足してるつもりでいたけどつまんなかったんだな いいうことに気づいたんですよまあつまんないつまんないってのは分かってたけど何がつまんなかったかを気づくことができてあのこれはちょっとゲームの話になるんですけどえっ、ー、とゲームの格闘ゲームに限らず他のゲームでも何でも今ってバージョンアップっていうのは行われるんですね。 でバージョンアップって何かっていうとまあ現実世界で言えば法律が変わるみたいなもんですだからそれまで大儲けできた商売が全然儲かんなくなったりとかうーんまあそんなもんですでそういうことが頻繁に起きる1年に1回とか半年に1回起きるだから有効だと思ってた戦法が弱くなったり強いと思ってたキャラクターが弱くなったりするんですで 早い話、前使ってたキャラが弱くなったんですね、バージョンアップで。去年強かったキャラが弱くなったんです、今年。で、ちょっと、まあ、サブキャラっていうのは、つまり、まあ、なんだろうな、本業に対する副業みたいなもんで、本業じゃなかったんだけど、ちょっと手を出してたみたいなキャラクターが、今度はものすごく強くなっちゃった。で、普通ならどうするかっていうと、ほぼ、 のの人が強くなったうキャラを使うんですよああプロゲーマーってことになればなおさらそうですね、えー、賞金も今じゃね去年の一番大きな大会の賞金なんて2,000何百万とかうんそれを取るために1%でも高い確率を上げるようなキャラを使うべきだと思うし、えー、何より勝つということを前提でスポンサーもついていると。 周囲の期待もあるしで実際そのキャラ使ってました強いキャラ使ってたんですがまたその病気が始まって「おいおいなんかつまんねえぞ」病気が始まったで原因がわかんないんですけどその弱かったキャラあ弱くなってしまった方のキャラ、うん、前のパートナーみたいな感じですよね前のパートナーの方のキャラを よ使ってみたら弱い間違いなく弱いんだけど子どもの頃に感じてた充実感みたいなものが帰ってきたんですよね。で理由は分かんないんだけど理屈にも合ってないしやるべきじゃないの分かってんだけどなんかそっちの方使っちゃう。で。 何なんだろうこれ何なんだろうって思ったら結局自分でで決めてなかったんですよねここ2年ぐらい自分で決めてなかった周りから見ればあいつは自分で決めてるっていうふうに見えるはずです実際立場を考えると相当自由にやってる方だと思いますけど でもやっぱり自分の中に少しずつ少しずつまあでもスポンサーもいるしギネスもまた受賞したしテレビにも出たし雑誌にも載ったしっていうことがちょっとずつちょっとずつ自分を変えていってるんですよねだから本当に自分がやりたいこと自分が好きなことっていうのが分かんなくなってきてる。